2012年ロンドンパラリンピックは2012年8月29日から9月9日までイギリスの首都ロンドンで開催された第14回夏季パラリンピック大会である大会スローガンは一つになろう2000年シドニーパラリンピック以来3大会ぶりに知的障害者が出場する競技が復活し20競技503種目に初参加の北朝鮮などを 含む、史上最多の164の国と、地域から約4280人の選手が参加した。2012年ロンドンパラリンピックのマスコットとして、マンデビルが2010年5月19日に発表された。すべて現地時間。ロンドンオリンピックとほぼ同じ会場で行われたが、テニスはウィンブルドンではなくイートンマナーで実施された。オープニングの主役として、 スティーブン・ホーキングが登場した。閉会式ではイギリスのロックバンドコールドプレイの演奏を軸にパフォーマンスが繰り広げられた。英国内ではチャンネル4が放映権を獲得した。総放送時間は150時間の予定。パラリンピック公式サイトでは英語とスペイン語による総配信時間780時間以上のライブストリーミング配信と 総配信時間1000時間以上のオンデマンド配信が予定されている。日本では NHK が期間中45分間のハイライトを総合テレビと教育テレビで連日放送した。開会式と閉会式については、開会式、閉会式とも放送休止時間を短縮した上、4時30分から繰り上げて放送を開始し、開会式は8時9分まで。 閉会式は6時55分まで E テレで生中継された。その他、週末には1から2時間程度の録画中継枠も E テレで編成されるほか開幕直前の特集や、総集編も総合テレビと教育テレビで放送した。また、字幕放送と副音声解説放送を実施した。その他、スカパー、ガススカパー、HD のスカちゃんごと、スカパー、 E2 の BS スカッパー。でも、期間中1時間のダイジェストをノンスクランブルで連日放送した。ありがとうございます。